はようございます。早速始めていきましょう。手の指先や足先を軽く握ったり開いたり動かしていきます。両手指先を胸の前で絡めて、吸いながら手のひら返し、体を上下にぐっと伸ばしましょう。吐いて、一旦リラックス。では、右の膝を自分の胸に抱き寄せます。少し外側に逃がすようにしながら、息をふわっと吐いて、膝をもう一つ自分の胸へと近づけていきましょう。軽く足首回しです。逆回転もしましょう。では一度動きを止めた後、膝を外側に開いて太ももの内側を伸ばしていきます。反対側の左手で軽くトントン、足の付け根の方や太もものあたりを叩いていきましょう。では動きを止めて、右の膝をセンターまで寄せたら、左手でキャッチ、息を吸って、吐きながら足を左側に倒してねじっていきます。右手を横へ、体をひねりながら心地のいい伸びを作って、そのまま大きく右手を回しましょう。逆回転もします。一度動きを止めて、鼻から息を吸って、優しく吐き出しましょう。では、吸いながら膝垢をセンターに戻して、吐いて解放。体をゆらゆらとさせて、まっすぐな状態にしてから左の膝を胸へと抱き寄せます。一度息をはーっと吐いて、肩をリラックスさせて、そしてから左の足首を回していきます。逆回転もしましょう。動きを止めて、この膝を外側に開きます。右手、足の付け根あたりから太ももの前側のあたりをトントンと叩いていきましょう。動きを止めて、膝をセンターに戻して、右手でキャッチ、息を吸って、吐きながら足を右側に倒してねじりましょう。左手肩の横の方、首が辛くなければ視線も左方向に向けて、そして大きく円を描くように遠くに手を伸ばしながら回しましょう。続いて逆回転もします。では動きを止めて、鼻から息を吸って、お腹の奥からふわっと吐き切りましょう。では息を吸いながら膝垢をセンターです。両膝を胸の方に寄せてゴロンゴロンと揺らしましょう。一度動きを止めて、
手首をつかむか、両肘をつかんで、ぐっと頭を起こすように背中を丸め込んでいきます。おでこと膝を近づけるようにして、腰や背中側を丸めることでリセットしましょう。吐きながら体を下ろし、両手両足空に向かって伸ばして、ゆらゆらっと揺らしていきます。足先、手の先の方から振動を体全体に広げて、目覚める準備です。では動きを止めて、膝を立てたところからゴロンと横向きに倒れて、ゆっくり起き上がっていきます。さあ、楽に座りましょう。そのまま、まず左手横に置いて、息を吸いながら右手高く上げ、体を横、体側伸ばしをして、体を目覚めさせていきましょう。ついと思ったら、手は楽な位置で大丈夫です。では吸いながら体をセンターで、肩内から外にリラックス。今度反対、右手横、吸いながら左手上げ、吐きながら体側伸ばし、呼吸を全身に巡らせて、では息を吸いながら体をセンター、もう一度肩をリラックス、両手絡めて吸って、上に伸びましょう。伸びて左右に揺らします。では一旦ほどいて解放しましょう。そのまま手を前について、肩の真下に手首、股関節の真下、膝にしましょう。では一旦息を吐き出して、吸いながら背中を反らして、視線見上げていきましょう。キャットカウのポーズ。吐きながら背中を丸め込んで、おへそを見ていきます。もう一度吸って、背中を心地よく伸ばして、胸の開き、吐いて丸い背中を作った後、さらに手で床を押して、ベッドを押してですかね、背中側を丸めます。さあ、もう一つ背中が丸まったところで、一旦まっすぐな状態に戻しましょう。では一度左手を一歩前、右手のひら上向きで、ゆっくり腕の下を通しながら、肩、こめかみを下につけていきます。起きにくいと思ったら、お尻はかかとの方に下ろして、腕を挟み込むだけでも OK。 肩や腕の伸びを作りましょう。針の糸通しポーズ。もう少しねじりを深めたい感覚があれば、左手を上げて、手のひら後ろに返して背中に回します。では一度左手を顔の目の前について、手で地面を押して四つ這いへ。次は右手を一歩前、左手のひら上向きで、腕の下をくぐらせて、肩とこめかみを下へつけましょう。もう少し伸びを深めたければ、右手を持ち上げて、手のひら後ろに向けて、腰や背中側に手を絡めます。あとは余計な力みを解いて、
自然な呼吸をただ体に取り込んでいきましょう。では、あと一呼吸、息を吐き出します。そこから右手を顔の目の前について、手で床を押して四つ這い。さあ、そこからゆっくり座り直して、少し呼吸を整えましょう。優しくお腹に手を添えます。お尻で床を押して骨盤が起きて、その上に背骨が伸びる感覚でいいです。自分のセンターが見つけにくいと思ったら、少しゆらゆらっとさせて、今日の自分の感覚でいいので、あ、ここがしっくりくるな、安心するなという場所を見つけてみましょう。あまり正しいとか正しくないとか、そういうことは考えなくて大丈夫です。今日の自分が、あ、居心地がいい、うん、しっくりくる、気持ちがいいな、それを探ってみましょう。さあ、そのポジションが決まったら腹式呼吸をします。鼻から吸ってお腹を膨らませましょう。吐く息でお腹を薄くします。これもあまり頑張ろうとせずに、なんとなくお腹が動いていて、呼吸とリズムが合っていれば大丈夫です。腹式の呼吸で横隔膜が動きます。肺の下にある筋肉ですが、そこが動いていくことで腸も刺激されるので、腸が活性するのと脳の働きが格段に良くなる呼吸法と言われています。だんだん慣れてきたら、できるだけゆっくり時間をかけて行ってみましょう。表情も優しい感覚で、口元や目元もふわっとさせる、そんなイメージで行います。では、あと一呼吸。最後に丁寧に吐き出しましょう。吐き終えたら、手を楽なところにして、まぶたを閉じている場合は優しく開けます。胸の前で合掌。では、今日も一日グッドスタートでいきましょう。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネルの最新の通知を受け取るには、チャンネル登録をしてボタンの横にあるベルのアイコンをクリックします。